10月の、21日水曜日、早いですよね。今朝6時、いつも時間6時10分です。夜明けですね。はい、明けてきました。晴れそうです。で、今日は腕の日です。今日は、はい、もうすでにパンパンです。対応セット、今から3セット目、3巡目ですね。やっていきます。今日は1セット、3種目ずつです。2頭筋と3頭筋やってます。もうすでにパンパンです。ということで、今、絶賛リバウンド中です。今日朝、今さっきですね、測って、単位で測って、73.4kg。これ、年明けというか、もう元旦ぐらいです。これの体重にもうすっかり戻ってますね。大ピンチです。ということで、マイクロもね、まだ来ないんで、ちょっと遅いかなと思ってます。もうあとね、10日頼んだんで、なんですか、24日に来なければ2週間。まあ、そう24日、2週間後に来るのかなと思います。そこからまた改めてね、スイッチで直したいかなと思ってます。で、はい、今日3種目ずつ、二頭筋が、また久しぶりにイージーバーで、カールして、今度スーパーセットですね、今度2頭やってから3頭、3頭の、また重めの種目ですね、ライングエクステンション、やって、でまた2頭、ワイドで、このダンベルで、10キロのダンベル持ち帰って、はい、収集感を狙ったやつですね、そこにひねった状態で、はい、上げていきます。で、また次、また3頭戻って、フレンチですね、イージーバーでのフレンチやって、最後、3種目目が、軽い。で、このインクラインですね、こう軽い、もう5キロに持ち替えて、はい、パンプ狙いで、高レップでやって、最後、また3頭はチューブでやって終わりの予定です。今日は、はい、今まで31キロでやってたんですけど、今日ちょっと重めで36キロですね。10回ちょっと上がらないかなと思いますけど、で最後チーチング使って10回もうこれでやっていきます。エクステンションです。このままなんとか目標15回上げて、そのままラスト5回はナローで上げて、ゆっくり下ろす、ネガティブで効かす最終5回やっていきたいと思います。14回上げて、ナローで5回、合計19回でした。ちょっと腕も二の腕もパンパンです。で、はい、次です。次がまた二頭筋種目です。軽く10キロで、軽く10キロでワイドに広げた状態です。外側に練ってる状態で、さらに収縮感が強くなるので、このまま10回上げていきます。
ーバーでフレンチですね。頭の上持ち上げてやっていきます。もうこのぐらいが限界ですね。これより重くなるとなんか頭を上げるのがしんどいです。14回でした。はい、次最後ちょっとインクラインでのカーブです。これかなり軽いんで5キロなんで40回目標にやっていきます。パンプ狙いです。飛ばしてください。かなり長いんでこのまま、じゃあ40回やっていきます。パンパンですね。はい、あと最後3分十分使って終わりたいと思います。まあいつもの3種目ですね。鉄板3種目です。これも20回目標でやっていきます。30回です。はい、今日はこれで終了です。まあ腕の日ということで、まあ他のね部位よりも扱う重さが小さいので気持ちは楽なんですけど、実際は、はい、結構苦しいですね。はい、ということで今日もしっかりできたらなと思います。もう水曜日です。まあ、あと水木、まあ、頑張って乗り切っていこうかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。